んにちは。ですね、今回はね、こちらですね、延長棒、これ若干曲がってるんだけど、これ今つけてるこの延長棒ね、ゴミ袋とか見栄えが良くないんで、ちょっとこれ動かしまして、で、これね、わかるかな、ちょっと曲がってんのわかります？これが良かったんですよね。このこっちがね、曲がってるんですよ。これね、見ます？わかるか、ちょっとなんかいつもこういう風にやって、皆さんやってますけど、ここが曲がってるんですよ。こういう風な感じでね、で曲がってって、ここもこなんていうの、下向きに曲がってると、ちょっとね、このどっちだったかな、まあね、曲がってた方が良かったんですよ。で、ちょっと長いんですよね、このシフトがね。こう変えた時に、前の方がいいんですよ。前の方に送る、押し出す方がいいんだけど、下に下げる時に、リアとか、あと2足とか、ちょっとね、ちょっと遠、近すぎるっていうのかな。だからちょっとね、この長さを短くしようと思って、新しく買い直しました。だいたい3センチぐらい下がる感じになるのかな、これだと。でね、曲がってるなと思ったら、そうでもなかったんで、これどうやって外すんだっけな。あ、六角が必要だったな。六角ですか。じゃあちょっとね、いや、時間ないから後にしよう、ちょっと待ってくださいね。これね、これを、短いやつに変えたいと思います。というのは、これまあ純正のままだと、これ純正のシフトノブなんですけど、この位置ぐらいになるんですよね。で、こんだけの差があるんですよ。で、これだと若干短いんですよ、純正のままだとね。これがね、こんな感じでちょっとこれぐらいの位置でこう入れたりするんだけど、で、それだとちょっとやりにくい。で、こっちだとまあ動きはいいんだけど、若干こう肘がね、こう当たっちゃうんですよね、この肘の部分ね。よいしょ、ここにね、ランバーサポートみたいなのがあるからそれがね、ちょっと窮屈ってんで、こちらの、延長棒、匠の技ってやつ、なんかね、ちょっとだけよってちょっとだけよってなんか書いてあった気がする、買うときまあいいや、それはそれでいいんですけど、で、こんな感じですね。で、サイズの方がね、これが確か見えるかな、 12×1.25 だったかな、エブリィね、なんですけど、こちらをまず、じゃあ古い方を外してきますけど、で、僕がつけてるこのタイプ別にいいんですけど、車検の時にこういったシフトのパターンがないといけないんですよ。なもんで、こうプレートみたいなのをなんかこの辺に貼っ付けたりとかね、してる方もいると思うんですけど、それで車検通すために、僕はここにちょうどね、昼間やろうと思ったんだけどね、ちょっと仕事入っちゃったんでね、こんな感じで見えねえ見えねえ、ちょっと待ってくださいよ。言いますかね、まあこれ別にいいんだけどねこんな感じでちょうど収まるんで、僕はここに置いてます、なんか自分でこうプレートね、作ってもいいかなって思うんですけどね、まあそれもちょっとまあ面倒いんで、とりあえずそのまま置いてます。で、僕のやつはここのやつをネジで止めて、ネジっていうか六角ね、何番だ、
2.5 かな、まあ、2.5 で止まってる感じで、紐ネジで止まってるんだけど、あれこれ反対側も止まってたっけ、どうそうか、あんま緩めすぎちゃうとね、あのポロって取れちゃうからどっか行っちゃうからね、ちょっと緩める感じで、あ、全部止まってんだ。これはね、あの正直あのいろんなタイプあるんで、あ、これ3箇所止まってる感じで、あのいろんな遮蔽品があるんで、それはまだあの何ていうの、別問題っていうか、よいしょ、臨機応変というか、まあこれはねこんな感じで、確かこのキャップを中にこう差し込むやつだったかな、あ、太さを合わせるために。でこれ見えるかな、12×1.25 って多分書いてチラッと見えたかもしれないけど、なんかテープが貼ったんだけど、これはちょっといいっすわ、いらないっすわ、こっちなとこで、これカバー外すでしょ、でここにねナットがついてて、あ、でこれ外す、まあこれはどっちみち使うからいいや、で長さがねこんだけ、見えますかね、見えやすい、でもこれも若干こう折れてるんですね、このここがね、見えにくいかな、見えにくいよね、ここがちょっとカクンカクンってこう折れてはいるんだけど、こっちほどじゃないんで、この折れ具合ではないっていうのかな、なんですよ。だけどまあちょっと折れてて、長さ的には3センチぐらい、3センチ4センチぐらい短いのかな、になる感じです。こっちの長さがねちょっといくつあったか忘れちゃったんだけど、でこっちにまあつけます、入れるんだけど入れらんないから、やっぱ先入れなきゃダメじゃん、こっち締めっていうのこっちで、あ、いいのか、回ってねえしダブルナットだからね閉まっちゃうんですよね、こっち元が回っちゃうっていう、こんな感じで回してキャップというかカバーをとりあえず差し込んどいて、これ最初にこっち入れたよかバカだな、バカですね、こっち外す必要がなかった。で、あ、そうそれ言いたかったなかった、この純正のこれねついてるやつ、シフトノブ、これをこっちにこうつけようとすると、確かね合わないんじゃなかったかな、あ、これ外してもね、なんかこのここのなんつうの元の太さがあって、ここの穴に入っていかないんですよ、でこうネジのこの一番こう効くところの部分までいかないんで、なんかで見たんですけど、ネットで見たらここのこっちの部分、元のあのなんていうの棒の部分をなんか削らないとダメとかって言ってた気がするな、確かね。だけどこういう市販のやつって大体こうなんていうのキャップでね、ここであの締まるようなネジの部分で締まるようなあの構造になってるのが多いと思うんで、僕は地につけて、結構地味な地味に、あ、そうか、やっぱこれナット下ダブルナットの方がいいかな、下ダブルナットにしないとこっちが回っちゃうもんね、
ってことはこれをなんかね、そう、確かこっちがね、下が回っちゃった記憶があるんだよね。だから下にナットを2つ入れて、まあ多分そういうことなのかな。よいしょ、こんな感じで。でこんな感じかな。でか、まあカバーをかけられないっていうね。もうどうなってんねんこれ。さっきこっち行っちゃったけど、ナットがでかいってこと？めんどい。まあいいや、先にこれを型締めちゃおう。ここでしょ。んでこうやって、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいな。バックがちょっとやっぱ肘がね、どうしても当たっちゃうんだけど、1足も遠くない、2足も、はい、やりやすくなった。5速もハンドルに当たらない。うん、まあいいね。バックの時だけだね。バックの時だけはちょっともうどうにもなんないですね。まあそれはそんなに頻繁にバックしないと思うから。わかんないけど、どうせどんなに長いけど。めんどくせえ。でわかりやすいように取ったって感じですね。物は異様ですね。で、まあ均等に締める感じ。全部ガーっていかないで少しずつ締めて。こんなもんでいい。これぐらいの長いやつ買えばいいじゃんって話じゃないですか。だけどなんかね、この握りが結構気に入ってたんだよね。でこれ外さなきゃダメじゃんね。気に入ってたんで、延長だけで考えました。あれ、これも、あ、これ取った。おかしいな、作りだなこれ。でこれもうつけちゃいましたね、先にね。見つけとこう、忘れちゃうから。よし、でこっちをつけつつ、ね、下はダブルナットにしないと動いちゃうから、下はもちろんもともと2個ついてるんだけど、それを下側に、要は本体側っていうのかな、車体側の方につけないとうまく締めらんないっていうのかな。よし、よし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 。うん、上のネジいらなかったかもしれないな、上のナットね。いや今更だな。でまず上の方の、あ、動かなくなった。よしよし、いいねいいね、いい感じになりましたね。あ、やりやすい、すげえやりやすい。これですわ。これが一番いいですわ。あとね、曲がってないタイプもあるんですけど、まっすぐなやつね。まっすぐなやつでもいいんだけど、若干やっぱね、こっちにこう寄ってた方が、いいかもしれない。腕の短い人は。若干だけどね。ほんと気持ちしか変わんないんだけど。うん、ちょうどいい。というとこです。あ、疲れた。
プレッションになるのかな、それともこっちが先なのかなどう編集するかわかんないんで一応言っておきますけど、このシフトノブ延長のバーっていうのかな、棒っていうのかな、よくわかんないけど、それのまあ使い勝手って使い心地っていうのかなを試してるところですけど、やっぱりこういう街中ってどうしてもこうシフトチェンジが多いんで、まあそういう時には本当助かりますよね。あの長いとね、あこれはもう要はその純正のと比べてっていうことを言ってるんですけど、で前回までつけてたものがね、やっぱすごく、まあ、あの長すぎて逆に使いにくかったっていうのがあるんですよね。なもんでそれをちょっとまあ解消してみたんですけど、解消させてみたんですけど、でまあね、あのちょうどいい、やっぱちょうどいいですね。背丈、僕背丈低いから166、167ぐらいですけど、あの身長がね、で腕の長さもねそんなに長くない、まあ普通なのかな、足は短いですけどね足短いであの結構前に出してるっていうシートをね、まあそれはいいんですけど、でちょうどいいんですよね、このなんていうの、一足からこう一番遠い一足入れて、こんな感じ見えるかな、まあ大体分かるかな、ちょっと今チラッと見ながらやってるけど、画面が止まってるけど、はい、1、2、3、4がねやっぱねちょっと肘が当たる感じ、4、5もねちょっとちょうどいい、ハンドルには当たんないし、ハンドルこう握ってて5速でずっとバーって5速とかで走ってても手の甲が当たるような感じはないです。だからこのサイズがちょうどいいんじゃないかなって思いますね。背の低めっていうか、まあ、体の小さい方っていうのかな、まあ、女性なんか特にねこのマニュアル乗る方あんまりいらっしゃらないかもしれないですけど、まあそれにしてみれば結構使いやすくなると思います。これはねもうちょっと早く気づくべきだったね。いや気づいてたんだけど、あ師匠とかにも言われてたんだけど、これちょっと長くねえかって言われてたんですけど、まあいいやとか思ってたけど、なんかね、ふとネットでなんかチラッと見たら、あ、こんなのあると思って、それでちょっとね、ポチッとしちゃったんですけど、そんな高いもんじゃないんで、いくらだったかな、1000円じゃ買えないね、2000円弱だった気がする。あの送料込みでね、送料が高いんですよね、あのこういうちっちゃいものって意外と、そういうところでお金取るしかないじゃないですか、まあそれはいいんですけど、まあとにかくね、あの使い心地はいいです。これが多分一番ベストな長さだと思います。で、30mm のものもあったかな、これ何でやったか、ちょっと後で正確なミリ数出すんですけど、長さなんで、それが今日近いけど、まっすぐなタイプとくの字になってるタイプがあるんですよ。そのくの字になってるやつの方がこう若干こう何て言うの、運転席側に寄るっていうのかな、寄せてあのポジション作れるっていうのかな、その若干曲がってるのだけでも結構ね変わってくると思いますよ。これがここに、まあ極端に言えばもっと外に来るわけだから、助手席の座ってる人とかにも当たっちゃったりとかする可能性もあるんですよ。今まではかなり当たってたんだけどね、あんまりあのでかい人は隣に乗せられないっていう、まあ、でかい人大体わかるんですけど、見てくれてたらねでかいの多分、あでもみんなでかいな、仲間みんなでかいんで僕より年だけ僕の上っていうね、まあそれはいいけど